ピラノースは5つの炭素と1つの酸、砂上の状態から C-5 のヒドロキシモトと C-1 のアルデヒドモトが分子内ヘミアセタール反応を起こすことによって六角形が形成される。六印間のエーテル化合物であるピランに形が似ていることから名前が付けられた。C-1 のアノマー大きが OR 期に変換されているピラノースはピラノシドと呼ばれる。 水溶液中ではコイン管のフラノースと平行状態になるが、アラビノースなど一部を除いて、糖には主にピラノース構造を取るものが多い。ピラノース管は、糖の C-5 位、e、のヒドロキシル元と C-1 位、e、のアルデヒド元の反応によって形成される。これによって分子内ヘミアセタールが形成される。C-4 位、e、のヒドロキシル元とアルデヒド元が反応した場合は、 代わりにフラノースが形成される。ピラノース型は、フラノース型よりも、熱力学的に安定であり、このことはこれら二つの肝構造の溶液中での分布によって見ることができる。ピラノースヘミアセタールの形成と、ベータ D グルコピラノースベータ D グルコピラノースののハースト A 式ヘルマンエミールフィッシャーは、D、アルドヘキソース類の構造を決定した鉱石により、1902年の ノーベル科学賞を受賞した。しかし、フィッシャーが提案した砂上のユーリアルデヒド構造は、溶液中で、ヘキソースが取る異性体構造の非常に小さい割合でしか存在しない。ヘキソースが6因間のプラノース間を優先的に形成することを最終的に決定したのは、ウォルター・ハースの研究グループのエドマンド・ハーストと、クリフォード・バーブスである。ハースは、 平らな六角形の管平面の上部と下部に肝能元を配置するハース投影式によって管を描いた。926年にスポーンスラーとドアが六輪管に対する作詞の数学的取り扱いがセルロースの X 線構造に適応できることに気がついた時にピラノース管の廃材についてさらに改良された。ピラノース管は管のすべての炭素原子が 理想的な四面体系に近くなるようなハイザを取っていることが決定された。ピラノースの基本的なハイザは38種類が存在する。ベータ D グルコピラノースのハイザベータ D グルコピラノースのハイザの相対エネルギーこれらのハイザは互いに相互変換できる。しかし、それぞれのハイザは大きく異なる相対エネルギーを有していることから相互変換には 一い障壁が存在する。これらのハイザーのエネルギーは、量子力学によって計算することができる。ピラノース管のハイザは、シクロ壁三管のハイザと一見類似している。しかし、ピラノース特異的命名法には、管内の酸素原子への言及が含まれ、ヒドロキシル元の存在が、ハイザの優先傾向に、独特な影響を与えている。また、ピラノース管に特異的なハイザ並びに、 立体科学的効果も存在する。命名法の例、β d タ l u c o p i r a n o u s p i r a n を命名するために、まずハイザを決定する。一般的なハイザはシクロヘキサンで見られるものと似ており、これらのハイザが名称の基礎となっている。一般的なハイザは、椅子、船、ねじれ、半椅子、エンベロープである。その次に、缶の原子に番号をつける。あのマー炭素は常に1である。 構造内の酸素原子は一般的に非環状型の時に結合している炭素原子の番号で呼ばれる。次に蒸気の外略図中の相対構造エネルギーで示されているように椅子型が最も安定な廃座である。この相対的に決定された安定廃座はピラノース間の水素原子が互いに一定の角度に止まっていることを意味する。炭水化物の NMR ではこれらの二面角を 感の周りのそれぞれのヒドロキシ元の配置を決定するために利用する。ありがとうございます。